この前のケリプロっていう怪我の試合の時に終わってからリング上から松田天心の10番の試合頑張ってちょうだいみたいな。ちょっとねえみたいになってさ、はい、メッセージにちょっと立ったんですけど、はい、まあ、これに対して、まあ、どういうふうに知ってどう思ったか気がします。まあやっぱあれですよね、チャンピオンからこう言ってくれるっていうのは、まあ、多分前回僕がああいう勝ち方をしてなかったら言われなかったと思うんですよ。だからやっぱそういう時期が近づいてきてるのかなとも思う反面、まだ5戦で今年新栄賞をもらったばかりですから、まあ、まだ新人なのでちょっと、まあ、トランキーロということで、はい、ゆっくりちょっと焦んないでください。まだ待っててくださいよ、気長に行きましょうよ、まだまだ強くなるんでもうちょっと待ってくださいのはあります。気長の時来てなかったですね、試合は。は言ってなかったですね。なんかそれは意味のある行動だった。いや意味ある、いやそうじゃないですけど、そうですね、なんか行こう、うん、そうですね、ちょっと行けなかったですね、ちょっと予定がちょっとトレーニングが重なっちゃってるんですね。タイトルマッチ初めてなんですが、はい、まあ、いろいろ聞かれてると思いますが、はい、改めて今、その初めてのタイトルマッチで挑む気持ちはいかがですか？うわ、いや、まあでも意識は何もしてないですね、本当に。うん、まあとにかく、まあ、世界に向けて、世界を取るまでの、やっぱ、切符というか、そういうのが必要なので、取るっていうだけです。本当手段でしかないというか、うん、もうあるので、まあなんか、おまけで、ハッピーセットみたいな、はい。イメージはありますね、はい、初めての 53.5 ってことですか？は過去最軽量なので、まあ、そこはしっかりと気抜いてないっていうか、まあ、そことの今回勝負でもあるなと思うので、そこでどういう動きができるかっていうのは、まあ、しっかりと調整しながらずっとやってきてるので、まあ、問題ないと思います。で対戦相手のアシロですけど、まあ、ちょっとディフェンスが上手くて、はい、カウンターが得意なように見えますけど、はいはい、なんか対戦のイメージみたいなのがありますか？うん、まあなんか毎回そうなんですけど、そこまで対策はしてないですね。自分を高めてというか、なんか怖いパンチ何個かあるっていうぐらいの本当意識というか、やっぱ相手研究しすぎてしまうと、いざそういう状況になった時に動けないので、だから自分の動きをしっかりと高めるっていうのも今回やってきました、はい、今回の相手非常に荒っぽく攻勢的に、ですけど、どう処しますか？どう対処する？まあ、どう処置するかというと、まあ向き合ってみてっていうのはあると思うんですけど、やっぱまあ自分の中ではなんかなんだろう。相手結構ディフェンス強いじゃないですか。ディフェンスもあるし、カウンターとかも結構打ってくるので、見えないパンチをたくさん打とうっていう、打たないパンチをたくさん打って距離を制圧していこうかなっていうのは考えてあります、ね、はい。なんかそうするとなんか、まあ、パンチってこの右手左手だけだと思うんですけど、じゃなくて僕の中では足もパンチだと思ってるので、蹴りって意味じゃないですよ。蹴りって意味じゃないですよ。足もパンチだと思うので、他の人にはないそういうステップだったり踏み込みがあるというね。そういうところでやっぱ距離を制していこうかなと思ってます。